それでは類義表現分析の可能性と題しまして、自然言語処理研究室学部3年の勝田が発表します。まず日本語教育における類義表現というのは、一般的に類義表現は形態、統合、意味といった言語的な特徴の類似性によって規定されます。例えば歯と尾などのおかく助詞などをにからによってなどの受動文の受け、と受ける動作種のマーカーとか、あとバとならたらなどの仮定条件を表すものや、 さてではしかしところでなどの転換の接続詞といったような括りでまとめられるようなのように文法項目の後ろに添える注釈から形態、統合、意味といった言語的な特徴を踏まえたものがあります。で、他に、文法指導書などに記述されている例として、なければならないとなければいけないの違いは何なのかといったようなものがあり、なければならないの場合は会話的な、場面でよく使われる言葉、そしてなければいけないというのは、改まった場面でよく使われる印象があるといった説明が、ありました。で、さらに他に何々ないでと何々なくてなどの手の用法として、窓を閉めないでと窓を閉めないで寝ましたというのは、文法としては丸になるんですけど、窓を閉めなくて寝ましたっていうのは使われない、言葉となります。それに対して、太郎は合格しないで次郎は合格したや、太郎は合格しなくて次郎は合格したというような場合はどちらも使うことができるということで、 そのような、どれが使えてどっちが使えないという、判断も、ないでなくてという同じ言葉でも、その前に来る動詞やその全体の文章によって、使い分けが、違ってきます。そして、今の2つから言えることは、さっきの文法指導書などでは、連磨による文法記述が中心で、出現型ごとの記述はほとんど見られないといったことがあります。で、連磨っていうのは、先ほどのなければならないとなければいけないっていうのが連磨となっていて、なければいけないっていうのは、例えばそれに過去形とか丁寧語とかで、なければならなかったとか、そういう、表現の仕方が変わる 文も全てもなければならないという単語に、集約してしまって、記述しているというような問題や、正語に関わる際の記述が中心で、その、環境や、傾向の記述が少ないっていうので、先ほどの窓は閉めないでと閉めなくての場合は、もう閉めないでを使わないといけないのに対して、太郎は合格しないでとしなくての場合は、場合によってどちらを使う方が適しているのかというような説明はあんまりされていないというような傾向がありました。そしてでコーパスデータに基づいた研究の位置づけとして、今、コーパスでどういうことがそれで、説明というか、コーパスを通してどういうふうにその類義表現の差異などを、見つけることができるかっていうのは、例えば、連磨による文法中心、文法記述が中心というさっきの問題に対しては、大規模コーパスを用いて比較した結果、そういう表現型による違いっていうのはあまり見られないということが分かりました。そして、正語に関わる際の記述が中心で、他の使用環境や傾向に関する記述が少ないという問題は、
そのコーパスの中のその動詞語彙項目と文法項目が独立したものっていうので、必ずそのなんでさっきの文で言うと締めないでという場合あったとしても必ずそれが、文法としてその締めるっていう言葉とかが来たからといってどれかの文法が固定されるというわけではなくて、まあそれぞれ独立したものであるということが分かりました。またある状況において組み合わせ、おいてこの迷える組み合わせはっていうと、まあ、よく使われる表現っていうコーパスの中でよく出てくる組み合わせっていうものはそれは多くの人がつまり使っている共通の認識っていうことでその組み合わせ、多く使われている組み合わせを使うと、相手も容易にそれが理解することができるのではないかというふうに言われています。そしてつまり、まあ、これらをまとめるとコーパスを用いた量的調査によって類義表現の際の記述にが有効的類義表現の際の際を確かめるのに有効な手段であるということが言えます。しかし、まあ、今の文で言うと、アルゴが表現アルゴや表現が使えるっていうのはそれが使える場面が分かるだけではなくて使えない場面にもが分かるという側面も持つ必要があるのでそれを行うには、使えそうな表現群をリストアップしてそれらの際を可視化させてそれぞれが使われている場面の傾向などを知る必要があります。そして、まあ、そういうのでそれで、まあ、どういうふうなところを見るかというと、まず、まあ、連磨ではなく出現型で注目して量的調査に質的な分析を組み合わせる。そして可視化された言語条件をもとに使用傾向を記述する。例えばまず可視化された言語情報っていうのは、抽象的な表現に偏る具体的な使用場面が抽象的な表現ばかりだと、例えば話し言葉や書き言葉っていう情報だけではそれがどういう場面で使用されているかっていうのはまだ具体的には分からなくて、まあ、かしこまった状態場面とか友達と話している砕けた状態っていうのが分からないのでそういうところは明確に、その文章がどこでどういうジャンルとして使われているのかとか、その類義表現は 文の中でもどの位置にあるかまたはその前後の組み合わせなどの具体的な語と、まあ、コロケーションや文体などを、まあまとめる必要があります。そして、まあ今回ちょっと海外と国外っていうのでちょっと注目して使い分けなどを調べてみるとコーパスの中でよく使われているのは海外っていう言葉 にその後ろに生産やまあ旅行とかそういう言葉がくっついて使われることが多いんですけど、まあ、それでも、海外と国外でこのように生産や市場などはどっちでも使えるものとしてものなので、何個かは 国外生産や国外市場というふうに数は少なくても使われる場面はあるということが分かりました。でそれがどういう場面で使われていたかというとその文章の中で、国内っていうような意味の単語があってそれと対比となるような表現が使われる時が、海外ではなく国外が用いられるというようなことが分かりました。でまとめると類義表現は連磨ではなく出現傾向に注目して可視化された情報をも記述することで、具体的な使用場面などを
を、把握することができると。そして、まあ、コーパスは量的調査で、まあ、ある程度は判断できるんですけど、類義表現をちゃんと使用場面などを把握しようとすると、そこには分析者の判断、さっきの国外の傾向っていうのも結局はその全体を見て自分で判断するってことになるので、分析者の判断が必要になるっていうことになります。そして今回これが、この本を参考にしました。発表は以上です。